ロバート・ギブソンは、アメリカ合衆国のプロレスラー。フロリダ州ペンサコーラ出身。リッキー・モートンとのタッグチーム、ロックンロール・エクスプレスでの活躍で知られる。1976年11月、テネシー州メンフィスの NWA ミッドアメリカ地区にて、デビュー。以後1980年代初頭にかけて、テネシーやアラバマを、主戦場に、 兄のリッキー・ギブソンとのギブソン・ブラザーズで活動。ソニー・キング&、シュガーベア・ハリス、デビット・シュルツ&、ウェイン・ハリス、ミスター・オーニターマサフチ、スタンデーンスイート・ブラウン・シュガーなどのチームとタッグ・オーザを争った。リッキー・ギブソンが自動車事故で引退した1983年、クアにて、新パートナーのリッキー・モートンと、ロックン・ロール・エクスプレスを結成。アイドル系。 タックチームとして売り出される。1984年からは、ビル・ワットの主催する、ムズ・ウィニー席紙、ボビー・イートンデニス・コンドリーのミッドナイト・エクスプレスとの連戦を開始。1985年より、NWA のジム・クロケット・プロモーションズに登場、デビュー戦で、イワン・コロフクラッシャー・クルスチェフから、NWA 世界タック王座を奪取し、以降も長きにわたって、 同地区のタッグマッチ戦線で活躍。その甘いマスクとスピーディーな試合スタイルが女性や子供の観客に支持され爆発的な人気を得た。1988年には全日本プロレスにも二度来日している。モートンがヒールに転校した1991年には両者の構想も行われたが NWA 離脱後は モートンとロックンロールエクスプレスを再結成し、1990年代半ばまでは、ジム・コルネットの主催する、スモーキー・マウンテン・レスリングを中心に活動。1996年5月には、FMW に来日した。以後、1998年の WWF 参戦を経てモートンとのコンビを一旦解消し、シングルプレイヤーとなって、インディー団体を転戦した。 2004年7月には、ロックンロールエクスプレスのフォロワーだったザ・ロッカーズのマーティ・ジャネッティと共に、ロックンロッカーズとして、岩ジャパンに登場している。2006年12月から2007年10月にかけては、オベのトレーナーとして WWE に在籍していた。近年もインディー団体にてモートンとの、ロックンロールエクスプレスを復活させており、2010年4月には、 かつての主戦場クロケットプロのブランドネームと同じ名称を持つノースカロライナのインディー団体ミッドアトランティックチャンピオンシップレスリングにおいてバフバグウェルリッキー・ネルソンからマクエタッグ王座を奪取した2017年2月ロックンロールエクスプレスとして WWE 殿堂に迎えられることが発表された3月31日に フロリダ州オーランドのアムウェイセンターで行われた電動入り式典ではジム・コルネットがインダクターを務めた。ありがとうございます。